お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾開封動画でございます、ね、ついにですね、第2弾が、発売されましたね。これねスーパーでもね、発売されてね、私もねびっくりしてます。本当に言うとね第1弾の方でもねこう買おうと思ってたんですけど、なぜかスーパーの方には第2弾の方が発売されましたので今日は、第2弾初めてやりますのでね、よろしくお願いいたします。それではいきたいと思います。まずは1袋目でございます。あ、1つ言い忘れましたか。今回はね、10袋で焼いたいと思います。北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手でございます。福岡ソフトバンクホークスのロベルト・オスナ投手でございます。続きいきます。2袋目でございます。こちらね、通算200奪三振を達成した中日の涌井投手のカードでございます。で、キラカード出ましたね、広島東洋カープの秋山翔吾、こちらは、内野手でございます。はい、ごめんなさい、内野手か外野手かね、ちょっとね、忘れましたけどね。で、このカードでございます。あ、キラキラと光っております。はい、3袋目でございます。こちら、選手会長ですね、楽天イーグルスの田中、和樹外野手のカードでございます。同じくオリックスの選手会長杉本裕太郎外野手のカードでございます。はい、4袋目でございます。で、ヤクルトスワローズのサイズニード投手でございます。で、同じカードが出ました、広島東洋カープの、秋山翔吾、ね、外野手でございます。で、先ほどね、失礼いたしました、内野手とか外野手とか言ってしまいましたけどね、外野手でございます。お袋目でございます。で、ヤクルトスワローズのサイスニード投手でございます。で、ソフトバンクホークスのロベルト、オスナ投手でございます。6袋目でございます。埼玉西武ライオンズの中村武也内野手でございます。で、横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太外野手でございます。7袋目でございます。で、スターカード出まして、お、白サインが出ました、東京ヤクルトスワローズの中村悠平捕手の、こちら分かりますでしょうか、ね、白サイン付きのカードでございます。これ、ね、花火がね、これ模様が、花火模様がね、最高でございます。で、続けていきます。千葉ロッテマリーンズの荻野貴司外野手でございます。8袋目でございます。
オリックスバファローズの頓宮裕真、捕手でございます。東京ヤクルトスワローズの田口和人投手でございます。9袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの北山浩樹投手でございます。でスターカード出ました、横浜 DeNA ベイスターズの、東克樹投手でございます。で最後の、10袋目でございます。楽天イーグルスの小深田博人内野手でございます。で最後は横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太外野手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画、10袋終わりたいと思います。です、第1弾の方でね、第1弾の方1回目でね、こちら中村雄平捕手東京ヤクルトスワローズの白サインカードが出ました。今度はね、ラッキーカードをね、引きたいなと思っております。で、広島東洋カープの方を、BBM とエポック版2024年度版をね購入しましたので、届き次第開封動画として上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。